小園海斗、やばい。こちらこその選手の成績、どうしてこうなってしまったのでしょうか。どうしてこうなった。2018年ドラ1若くしてレギュラーも務めたのに、 WBC の時お前ら中野なんかより小園かもり選べって言ってたよな。いやいや嘘つくなよ、さすがにないやろ。フリースインガーの末路、エイアン・コウスケが復活したんやから、コウスケみたいに32くらいで復活するやろ。やってもらわなきゃ困る選手やのにな。ニラサは落ちたから今日上がってくる。大森と一緒に。コウスケの後釜の小園の後釜のコウスケ時々言えほん。今のネオ世代筆頭ってとぼう以外おる。世代交代したと思ったら同じやつに奪い返されたとかそうそうないやろ。まあ去年も春先ゴミやったからな。センスはありそうなフォームなのにな。長打少ないです。出塁率低いです。守備範囲狭いです。こんなんどうしようもないやろ。巨人がショート探してるけどトレード出すか？11勝投手の高橋出すらしいで。ネオ世代マジでうんちしかおらん。普通に打ち出すのにたった20打席で干されたな。1年でも結果出しただけすごいわ。森なんて絶対無理だもんな。復活したコウスケに立場取られるのはしゃあないけど、ウェフォンよりショートの序列低いのかなりやばいと思うわ。三塁にコンバートか現役ドラフト行きだな。小園って高校の頃は守備うまかったやろ。なんで劣化したん？ネオに隠れてるけどこいつも競合したからな。この世代は厳しいわね。ご視聴ありがとうございました。